フォンビューロボーは、第一次世界大戦で28機を撃墜した、ドイツのエースパイロットの貴族である。プールルメリット勲将、先行聖人、ハインリヒ君章と、鉄十字君章の助君者である。バルター・フォンビューロボーは、現在のドイツ、シュレース・ビヒホルシュタイン州のエッカーンフェルデの一部である、ボルビーで生まれた。バルターは、家族の2番目の息子で、 下に二人の弟ができることになった。四人兄弟の全員が第一次世界大戦に従軍し、三人が戦死した。バルターは1912年にシュレースビヒホルシュタイン州プレーンのバカロレア高校を卒業した後に6ヶ月間に英国とスイスを旅し、この変歴時代の後で腰を据えてハイデルベルク大学で法律を学んだ。 バルターはそこで UI クラブにも所属した。1914年8月にバルターと弟のコンラートは第17ブラウンシュバイク・フザーレン連隊に入隊した。1915年1月にバルターは舞台と共に南アルザスの前線に赴き、この期間中に二級鉄十字章を授与された。バルター・フォンビューロボーは1915年4月に少尉に任ぜられ。 ドイツ帝国陸軍航空隊のパイロット訓練に志願した。弟のコンラートと共に、バルターは1915年4月15日から9月15日まで、ハノーファーの第5補充師団で訓練を受けた。バルターは当初、空中偵察、観測のために組織された飛行隊である第22飛行分検隊に配属され、西部戦線の砲兵隊の指揮下に入った。 バルターは、福座の観測機に登場していたが、1915年10月10日と11日に、連続して、福座の敵機を撃墜し、1916年3月14日まで、FA22 に在籍した。第300飛行分検体に移動すると、中東地域において、ドイツ帝国の同盟国のオスマン帝国支援のために、偵察任務を続けた。バルターは、 パレスチナ戦線で飛行し、1916年6月13日に、負傷した。エルサレムの病院から家に届いた手紙の中で肩の、怪我について、大学時代の決闘で負った傷程度の取るに足らない、ものであると冗談がめかしていた。7月1日に退院するとバルターは、エルアリー近郊でさらに2機と未確認のご決めとなる、敵機を撃墜し、 この戦域での活動の間に急鉄十字章も授与された。その勇敢さと攻撃性によりバルターは戦闘機部隊に移動となり1916年12月7日に FA300 を離れ、プロイセンの戦闘機部隊の第18戦闘飛行中隊に転属した。アルバトロス D3、ビューロボーは アルバトロス D3 に登場して1917年1月23日に2機を、翌日にさらに1機を撃墜し、自身と第18戦闘飛行中隊の戦火の幕開けを飾った。4月7日にドイツのエースパイロットを表すユーバーカノーネとなる10機目を撃墜した。5月13日に総撃墜数13機で、 第18戦闘飛行中隊から転属していった。ビューロドーは第36戦闘飛行中隊の指揮官に任命されて、すぐの1917年5月21日にブーバンクールでフランスの観測気球を2機撃墜した。伝部に負った怪我のおかげで、しばらくの間は戦火とは縁がなかったが、7月6日から12月2日まで徐々に撃墜数を伸ばしていった。 この躍進中の10月8日に21機撃墜のコーデ、プロイセン王国とドイツ帝国の双方で最も権威ある勲章のプールルメリット勲章を授与された。12月2日にビューロボーは第20飛行隊の24機撃墜のエースパイロットのハロルド・ラックフォード将尉が登場するブリストル戦闘機を撃墜し、ラックフォードは戦死した。これが ビューロボーの28機目で最後の撃墜記録となった。12月13日にビューロボーは、オスバルト・ベール家の古巣でより有名な部隊の第2、戦闘飛行中隊の指揮官に移動した。1918年1月6日に、バルター・フォン・ビューロボーは、イーペル近郊で両機と共に、イギリス陸軍航空隊の第23と第70、飛行隊との格闘戦に突入したが、 この戦いを生き残ることはできなかった。ビューロボーの撃墜者として、RFC のエースパイロットのフランク・ジー・クイグリー、タイイとウィリアム・ F ・フライ・タイの名が上がっている。バルターは、1914年に戦死した長兄のフリードリヒが入っている一家の城の墓地に埋葬され、バルターと同じ年に、弟のコンラートもそこに、仲間入りした。ありがとうございます。